はい、どうも、ギニーです。ということでですね、今回なんですけども、あのキャラクター。はい、そうですよ。まあ、これ結構ね、やってくださいっていうコメントが多かったんで、今回頑張ってやっていきたいと思います。はい、それはですね、こちら。レッドシャンクスですね。はい。まあね、普通青のね、環境が来たらこいつめちゃくちゃ強いはずなんだけども、まあセラフィムがもうレッドシャンクスに対しても強いと、いうことでね、まあね、ちょっと環境からね、ちょっと外れてしまったんですけども、こちら、未了石化状態を短縮していく。はい、こちらのメダル編成をして、あとはですね、まあ攻撃力 50% 弱ぐらい、あとは耐久面は防御力、まあ 70%いかないぐらいかな。はい、っていうものをつけてね、今回やっていきたいと思います。まあ一応多分ね、倒すタイミングはもうブースト中の強襲だけ狙っておけば俺的にはいいのかなというふうに思うので、まあちょっとやっていきたいと思います。はい、それではですね、先ほどちょっと一戦行っていろいろ試してきた感じ、まあ個人的にはね、もう強襲一発ぶち当てるスタンスでいいと思います。まあそれがもうブーストのタイミングだね。うん、しっかりと大ダメージ与えることができるから、ブースト前はしっかりと強襲残してた方がいいかな。うん、まあなんで、あとは最初の局面だね、ここを、ちょっと待って、こっち来てるな。はい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 、でどこで吐く。はい、でそこで吐く。 OK ないですね。はい、でこれは取れる。うん、これで3本スタートいけるね、多分。うん、やけど。はい、ここで吹っ飛ばし。OK ナイス。で、ワン、ツー。はい、OK ナイス。で、こっち OK でしょ。で、ここセラフィム入ってるね。OK、OK、OK、OK。で、ダウンさせられる。OK、一旦ここ。OK! ナイス KO。ってことで、いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここはちょっとニカがいるからしんどいかな。はい、ってことで、はい、とりあえず強襲あるふりしておきましょう。はい、ってことで、ワン、ツー。あー、ナイス。で、ここ。OK。よしよし、できた、できた、できた。無敵艦隊完成と。まあ2カだけだね、ちょっとスライムきついんで、まあなんでここ2カしっかりと、はい、いけよ。あー、持っていけんか。持っていけんか。いや、すまんな、多分スキル1当てたかったよなーっていうところで、さあとりあえずもう3人エスラフィムいるんで、もう1本ずつ守ればオッケーなはず。今取れたと思ったけど、はい、でのまあ、とりあえずロジャーはもういいやってことで、ここですね。はい、今からブースト見していきます。はい、ということでスライムはあそこいるな。はい、ということで、はい、まあまあまあ、行かないと見せかけて、はい、裏ね。はい、オッケー。あ、こんだけ食らうんやね。はい、でこれで多分終わり。おし、はい、ということですね。まあなんで、マジでまあ普段で言うよりかは、あのブーストまでおとなしくしてていい。うん、ブーストでしっかりと強襲与えて、倒せるから、うーん、まあなんでそんなにねひどくはないと思うんだよね、今の環境ね。はい、はい、オッケーナイス。からのワン、ツー。はい、からのスリー。でもただちょっとロジャーめんどくさいな。でもまあセラフィム3人いるんで、まあゆっくり剥がしていきましょう。痛い痛い痛い、めっちゃ痛い、めっちゃ痛いでそれ。ちょっと待って、ブースト前に死にたくないけども、はい、そこ入ってくれた。でニカがそこにいる。でシーハタがちょっとやばいってことは、はいはい、俺がいいタイミングでこれ強襲でぶっ飛ばせばいいんじゃないのということで、うん、ダメです。あ、死んだわ。まあ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 、ブースト中いいね、シャンクスね。はい、ということで、まあ、ちょっとロゼ出して、ここはもうとりあえず大丈夫だから、さあでんでのそこやね、ここ取ろうか。さあで、っていう感じで、さあここ握っちゃう。でここ雷怖い。でここで吹っ飛ばし、あー、カウンターか。いや、吹っ飛ばされるか。いや、ここスライム来てもうたなってことは、はいはいはい、ここは無視でいいから、二陣やね。これ後ろ来てくれてる。オッケーオッケー、これ二陣取れるやろ。いけるいける、二人ならいける。スライム来れないもんね、ここね。はい、オッケー、いけたね、これはいけたわ。はいはいはい、ってことでここで、はい、からのワンからの回避使って、からのスキル1。はい、オッケー。ロジャーが強い。いや、ナイス、吹っ飛ばし、ありがとうありがとう。はい、てなわけでナイス勝利。はい、それではですね、続いてもやっていきたいと思います。よろしくお願いしますと、いうことで、とちょっとね、ロジャーらしの方いなかったんで、さすがにシャンクス出すのは申し訳ないんで、ロジャーで突っ込んで、死んでいきたいと思います。はい、てなわけで、まあね、シーハタをまあまあ取って、落ちんでいきたいところ。さあ、はいはい、走り出さないパターン嫌だなってことで、ここは絶対に負けられない戦いがいきなりここで、はい、からの、うわー、なんかセラ、ナイス。で、ここ入っちゃえばいい。で、俺をここ、オッケーからの、はい、握っちゃう。オッケーナイス。まあ、なんとかなんとか取れたね。で、ここは、吹っ飛ばしあるかな。いや、ナイスナイス。で、
もう大丈夫やな。さすがに。さすがに大丈夫や。とりあえずカムサリ一発だけ打っとこうか。ここら辺。あ、オーケー。全然当たらへん。もう死んでいいかな。あ、とりあえず溜めるか。とりあえず溜めよう。で、いや、痛い。まあ、オッケーでしょう。さあ、こっから向こうもセラフィム艦隊とロジャーだから、まあ、頑張っていきましょうか。さあ、とりあえず、まあ、セラフィンを落とせるところを もっともっとね、皆さんに、見せていけたらなというふうに思うんで、そこ危ない、からの回避使って、からのハイトレーズ、オッケーです。4000! なんだこれ、シャンクスがかわいそうやん、こんなん。4000ってもうあかんやん。もうとりあえずここは通常で、ね。はい。もう熱液化短縮してるから、はい、オッケー。でもな、ロジャーだる。やっぱりだるいですね。で、2回入ってくれた。ここはいいところ狙って強襲ぶち込みたいところ。で、回避。で、からの、無敵追加れてるわ。さあ、とりあえず、これでも通常殴れ。殴れ。あいからの殴れ。もう殴れない。バグってるから殴れ。よし。よし、これで一旦落ち着いたね。一旦落ち着いたわ。はい。てなわけで、あとは、ちょっとブースト中のね、やつをちょっと見せたかったんだけども、見せれないから、俺はここ削りまくっていきます。ブースト前にちょっとセラフィム1体でも、はい、OK、ダブルで入っていく。はい、ここ、OK、ワン。で、からの、はい、OK、全部スキル1無駄にさしたよ、これ。でっかい。めちゃめちゃでけえぞ、これ。はい、てなわけで、ブースト前に無敵状態じゃない状態で戦いに行く。あー、もうほんまに痛い。あ、1位。まあこっちのスキルに食らわなんからね。ちょっと待って、あっち。はい。はい、オッケー。よし。さあ、まあ1体持ってった。まあロジャー1でしょ。で、ブースト2体ちょっと出遅れてるのはでっかい。はい、オッケー。で、無敵合わせられた。さあ、てなわけで。いや、ちょっと待って、それいっぱい。で、ここ。あ、オッケー。はい、よいしょ。で、ワン。はい、からの、ロジャーやな。で、オッケー、まとめて。オッケー、ここ。で、ちょっと待って。もう大丈夫やろ、これ、さすがに。さすがに大丈夫。こっちブースト来るしね。で、ここ、オッケー、ナイス。で、はい。ロジャーを倒して、オッケー。よし。あー、これは来たね。これはもう完全無敵艦隊です。せと。いうことで、最後スキル1当てたいな。最後スキル1当てたい。か、無理か。無理だな。はい、それではですね、ラストやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、はい、まあ、レッドシャンクス。いや、まあ、とりあえず、1戦2戦良かったんじゃないかな、というふうには思うんですが、まあ、セラフィンをね、落とせたしね。はい、まあ、なんで、ラストも、頑張っていきたいと思います。まあ、ちょっとクラッカーはね、セラフィンのために落としてあげたいけども、まあ、ゾロこれ前出るかな、後ろ、前出るか。ってことは、で、セラフィンこれ C 飛ぶか。ってことは、これ俺暇になるなってことはもう貯めとこ。でこれルフィがこう、ルフィ倒してくれてるわ。まあとりあえずもう貯めておこう。まあここでね、もう今までみたいにバフ上げる作業とかっていうのがもうシャンクスないから、ブースト中のスキル頼みになってきてるんで、はい、まああとはね、まあバフかけてない状況で、まあ覇気まとって、セラフィムのね、体力の、あれを、まあ、削ってあげるっていうのも、まあ、一つかな、というふうには思うんですが、まあ、基本的には、味方に、例えば、クラッカーとかね、サンジとか、まあ、よいしょ、なんで?はい。で、うまい。緊急回避うまかったけど、セラフィムがしっかりとどめさせてくれた。で、クラッカーとかサンジとか、まあゾロとかね。まあゾロっていうか、白ゾロね。まああれはゲッターだから、まあちょっと関係ないんだけど、まあ他のね、クラッカー、サンジの、セラフィムに対して有利なキャラクター。はい、ここー、はい、オッケー。はい、2万4000ね。はい、もうこれ瀕死ね。もうこれロジャーからしたらめちゃめちゃありがたいよね。通常一発で死んじゃうから。はい。これね、ワンチャンなんやけど、攻撃力、もっと振ったらエグいから、ちょっと一回やってみようか。で、ちょっと鼻、ナイス、気絶入った、でかい。はい、ってことで。はい、緊急回避。はい、ここ。さあ、で、で、スライム来てくれた。で、そこ、取れるか。そこ取れるやつ。ちょっときついか。で、はい。で、ここは大丈夫だよね。多分、大丈夫だと思うから。いや、でもそこ取れんか。
あーまあきついわな、もう無敵ついちゃってんもんな。はい、てなわけでこん時にまあ剥がしに行ってあげてもいいんだけど、はい、まあとりあえず、敵にゲッターがいないんで、まあクラッカーだけだね。ただクラッカーゾロが落としに行こうとしてくれてるからもう無視でいい。あーでもそれは、はい、回避使ったらワンチャンス強襲。はい、 OK です。これで一応したから、うん、はい、で反転術式、あれ待って、反転が決まらん、さっきからちょっとやってんな。ちょっとそれゾロ大丈夫か、いける、あ、いけるね。オッケーオッケーオッケー。さあとりあえず中央行って飛べるようにしておこう俺も。うーん、あー飛ばされたか、危ない危ない、よいしょ、はい、オッケーナイス。さあで、あとはこれがスキルにあるかな、ちょっと待って、はい、からのワン、はい、で、はい、ワン、ツー、いやこれ、あ、ゾロ中入ってくれたら嬉しいかな。いや、ナイスナイス。で、あっちやばいか、いや大丈夫やろ、セラミいるもんね、いけそういけそう、いやナイス、あ、うわ最悪、ごめんなさい、いやナイス耐え、セラフィム、いやいけたね、多分大丈夫だね。オッケー、ありがとう。